坂井孝一は、日本の政治家。和歌山県日高軍南部町出身。節南工業専門学校電気工学科卒業。元衆議院議員。1929年3月21日、和歌山県日高軍南部町に生まれる。1948年、節南工業専門学校電気工学科を卒業する。1963年、 和歌山市議会議員選挙に公明政治連盟から立候補し、当選する。1967年、和歌山県議会議員選挙に立候補し、当選する。県議会議員に転出した。1969年12月27日、第32回衆議院議員総選挙に、和歌山1区から公明党公認候補として、立候補し、初当選する。 1976年、ロッキード事件が明るみになり、公明党内に設置された、ロッキード問題調査委員会事務局長に就任。ついで国会内に、ロッキード問題調査特別委員会が設けられると、委員、理事を務めた。1980年6月22日、第36回衆議院議員総選挙に立候補し、当選する。社会党、民社党推薦による、 選挙協力が成立した。1985年、公明党政策審議副会長に就任し、社会党との社交連合政権構想において、公明党の責任者を務める。1989年5月、公明党国会対策委員長の市川祐一の公認として、公明党国会対策委員長に就任する。1990年11月、 公明党国会対策委員長を退任する。1993年7月、第40回衆議院議員総選挙に立候補せず、選挙地盤を公明党公認候補の西広義に譲り、政界を引退する。1994年、公明党副委員長に就任する。ありがとうございます。